現環境メタル、はい、どうもチェリックです。皆さん、今の環境何が流行っているでしょうか？そう、電磁波ですね。羽ばたく神とかね、スターフ号、海流とかね、あらゆるとこから電磁波が飛んでくる環境なんですけど、今回使う海流が電気テラスクリアチャーム海流になっています。この電気テラス海流、相手のね電磁波が効かず、さらにねクリアチャームによって神のね甘えるも効かないということで、相手のねこの電磁波ポケモンを起点にしてね竜舞を積んで全抜きをしていくポケモンになっています。本当にねこの海流めちゃくちゃ環境に通っていて強かったので、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。それでは対戦の方へどうぞ。はい、じゃあやっていきましょう。相手のパーティーが臨海サーフパオカミラッシャと、さあどうしますかね。まあステロはわりかし欲しいかな。臨海サーフの選出割といいか。トドロク月から入るのもなしじゃない。いや、臨海サーフ選出だと相手のパオジアンがヤバめだから、これでいきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。さあ相手の先発海流、まあまあまあ悪くない対面。ここはね畑落とすで相手の展開阻止できるんで、展開っていうかあれかな、相手のね、火力落としたりできるんで、まあ、そこまで悪くない対面ですね。ここは畑落とすから入りましょう。鉢巻きとかかな？畑落とす。いい火力。弱点保険。あ、ケタグリ？いたた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 た。さよなら。さよなら。弱保海流か。相兵あるよね。技構成が、流星群、相兵、ケタグリ、神速だから、神で、テラス切らせれば、海流で全員ボコせるから、ここ神から入りましょう。神で電磁波からでいい気がする。全員倒せるよな、多分。クリアチャーム海流で。ここ電磁波で。あ、テラス切ってこない。やるね。まあ、でワイヤーヘッドは、スアヒは一発耐えるんで、ここは両方ケアした感じですね。ワイヤーヘッド、ジャポノミ発。え？優勝じゃね？もうもういい、よくねえけどな。これはさすがに。これさすがによくねえけど。いや、ちょ、これ、ヘイラッシャーに手厚切られるとまずいんだよな。それ以外は結構勝てそうなんだけど。まあまあまあ。相手、相兵急所を当てたんだしね。ヘイラッシャーは出さないでください。でここは竜舞していきましょう。竜舞。さすがにここはね、起点にしていきたい。流星群もね、丸付け込みで、まあ、半分ぐらいだと思うんで。相手は流星群。よしよしよし。さすがに余裕あると。じゃあ、ここは羽休めをしていきましょうか。羽休めで。相手は神速を打っているが、動けない。相手多分ね、エース海流だと思ってるんだろうけど、ここは羽休めでガンガン起点にさせていただきましょう。まだ竜舞。この感じいるか？ラッシャーいるか？相手は引っ込める。でも、ここ引いてくるってことはヘイラッシャーいなそうだもん。オッケー、相手はディンル。悪くないですね。じゃあここはさらに、竜舞していきましょう。で、スピナーがそこそこ入るはずなんで、まあ、2枚すればさすがに半分ぐらい入るんじゃないかな。アイススピナーで。さあ、アイススピナー、セイほっ。お、いい火力。お盆お盆。これで2角取れないディンルーさんサイドにも問題があると思うんだ、俺は。相手は、さすがにカタストロフィー。まあ、普通にシンプルステロのやつですかね。ここは、このターンはアイススピナーでいいですね。人類側から多分回路落とせないんで、ここはスピナーで。いい火力。カタストロフィー分かったね。じゃ、こっからちょっと羽休めをしていきましょう。回路の HP 管理はしていきたい。羽休めで。羽休め。ラス1次第だけど、割と有利取れてるんじゃないかな。カタストロフィー。あとは相手にヘビーボンバーがあるかどうかですね。もう一枚しちゃった方がいいかな。結構相手の上取れてるんだよね。エナジー神以外は上取れてるし、エナジー神はね、HP 半分残しとけば大丈夫だから。基本的にこれでいいはず。カタストロフィーどっかで一回避けてほしいが。もうちょっと粘りましょう。羽休め多分ね、まあ、2回くらい残しとけば全然大丈夫なんで。ここはリンルーだね。カタストロフィーの試行回数稼ぎます。当てる。やる気に満ち溢れてますね、相手のリンル。羽休め。カタストロフィー当てる。偉いね。あ、これラスト。ここまで打ちましょうか。羽休め。みんなこれ見てて楽しい。ごめんな。つまんない画面で。ごめんな。ポケットモンスターがある。当てるね。やる気に溢れてますね。まあ、じゃあ、さすがにここは、スピナー打ちましょうか。そうだね、スピナーで。さあ、ここはリンで突破していきましょう。まあまあまあ。まあ、リンで2角で落とせないんだったら、まあ、竜舞から入ってもよかったかもね。それはワンチャンありだったな。相手はサーフ号。オッケー、サーフ号なら勝ってるかな、基本。ここはテラス切っ
て、テラバーストでいいはず。多分ね、相手のサーフ号が取れる行動が、まあ、トリックか、まあ、スカーフだったらシャドーボトリックあたりで、あの、ゴツメサーフ号だったらデンジャーから入ってくると思うから、そのゴツメサーフ号ならもう勝ってるんでね、そもそも。ここは電気テラスでテラバーストが安定するはず。スカーフはそもそも上から叩けるから。この回であの、スカーフサーフ号抜きまで振ってるんで、S を。2枚でね。2枚でスカーフサーフ抜きだから、耐えるのはそもそも HB ぐらいだと思うんだよな。ここはテラバーストを。ほら、あー、耐える。ゴールドラッシュ、オッケー、いい。あぶねえ。 HB メガネか、これ。危ない危ない。ここは電気テラバのおかげでサーフ後にめっちゃ強いと。ここは春休みで。これは新速圏内から脱出しなきゃいけないんで、相手もしかしたら春休みの PP もないと思ってたかもな。よし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 。危ねえ。いいポケモン使ってるな、相手。春休みここは打ち切っちゃいましょう。春休みの PP2 回残しておいたの、ぴったりすぎないか。あまりにも感覚がぴったりすぎないか。相手はゴルラ。急所以外勝ちかな。オッケーオッケー。これは勝ちですね、さすがに。よーし、いいですね。電気テラバ回避で全てをまくっていく男、テラバーストで。いいね。まあ、やっぱね、この相手のサーフ号がね、このデンジャーサーフ号とかの、結構ね、この電気テラバ回避の強さの一つにね、相手のサーフ号に対して強いっていうのは大きいと思ってるんで、ゴールドラッシュが、相手にしてノーマルテラス考えると、まあ、ちょっとね、あのシャドーボールって打ちにくいところあるから、こだわりサーフ号に対してこの電気テラスが刺さることも結構あると思います。まあ、じゃあここは、まあ、鋼テラスのはずだからテラバーストでいいかな。相手はおそらく、まあ、ノマテラギリあるくらいかな。オッケーオッケー。ああ、ノマテラあるんだ。なんか大体邪行回路って鋼が多いイメージだから。迅速、まあ、さすがに耐えてくれるはず。オッケーオッケーオッケー。いいですね。回路の良さが全て出ている。運は下振れまくっていたな。オッケー、ここは海流突破して勝ちと、素晴らしい。下振れも全てこの電気テラスクリアチャーム海流がぶっ飛ばしていってくれたと。いや、偉すぎる、マジで。オッケー、はい、対戦ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしく。はい、じゃあやっていきましょう。相手のパーティーが、ドヒドディンルー、神、海流裏を吸う、炎オーガポンと。さあ、どうしますかね。まあ、普通にドヒドイデがめんどくさいんだが、まあ、ガチグマから入るか、まあ、尻尾から入るかって感じかな。まあ、カイルがね、毒菱踏むことはないんで、尻尾か神を選出したいな。尻尾でいっか。尻尾ガチグマ海流。で、結構いけそうかな？うん、これでいきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。さあ、相手の先発、炎オーガポン。ああ、まあまあまあ、悪くない対面じゃないですか。この炎オーガポンでありがたいのは、相手の裏にドヒドイデが、まあ、ちょっといなそうっていうのは結構ありがたい。ここは一旦投げつけるから入りましょう。身代わりがなかったらこの動きでめちゃくちゃ安定。草分け誰どちら様はじめましてなんだけど。ここは投げつける。ただ、炎ポンにね、麻痺が入るのは結構悪くないですね。どうしよっかな。これ、草分けで固定してるから、カイレの起点にしちゃってもいいけどな、このまま。アンコール打つか。よし。決まっていく。テロも本当は巻きたいんだけどね。オッケー。アイリュで龍枚しちゃうかどうかだな。このまま居座ってくんのかな、相手。居座れんくはないよな、正直。カイリュ引きましょうか。相手居座ってきている。まあ、オッケー。じゃあここはね、カイリュの起点にしていきたい。まあ、麻痺の試行回数も稼げるはずなんで、そんな悪くないはず。動くね。あんま動かれると、麻痺が、なきものとなるから、やめてほしいんだけど。ここは龍舞で。相手は引っ込める。まあ、悪くないっすね。相手は、ドヒドイで、いるんか、お前。だるいな。まあ、龍舞電気テラもあるから、まあ、悪くはないんだけど。いやー、どんぐらい入るからな、テラバーストが。まあ、ここはもうテラバーストぶっぱしていきましょう。いやー、ステロマイティ置きたかったな、これだったら。まあ、でもしょうがない。レッドカード以外だったらでもね、割と、あると思う、この試合。デッカだけちょっとやばいけど。ここはもう電気テラバーストぶっぱしていきましょう。ラス位置多分ディンルーか。ディンルー結構ありそうじゃね？ここは電気テラス。ここはテラバースト。まあ、多分、8割、7割ぐらい入るはず。よし、さすがにね。強い強い強い。毒毒、オッケーオッケー。悪くない悪くない。ここはちょっともう勝負を決めに行きたいですね。いや、ステロ巻きたかったな、マジで。しょうがないんだけど。しょうがないんだけど、ステロは巻きたかった。ここな、ディンルーバックあるかどうかだな。いや、テラバーストで。相手してね、ドヒドイデで2回再生力発動とかになる気もするんですが、まあ、このまま人で切るパターンも一定数あるんで。
オッケーオッケー、人で切ってきた。さすがにディンルいないかな。いたらディンル引ける気がするんで。よしよし、ここはドヒロイで突破。これは電気テラバの、ね、電気打点の通りの良さが出ましたね。素晴らしい。相手の裏から出てくるのは羽ばたく神。神か？エナジー？エナジー！お、これはいいんじゃない？ただね、ここはもうテラバーストで打ち抜いていっちゃった方がいいかな。そうだね、一発せっかく耐えるから、ここはテラバースト打っちゃった方がいいと思う。えい、来たークリアチャームードリャーここはテラバースト。このね、電気テラバクリアチャーム海流は相手のね、電磁波甘える神にめちゃくちゃ強いと思う。これ多分まだ、ムーンホース耐えるはずだから、ここは神と相打ちまで持っていければいいんじゃないでしょうか。で、ラストのね、ホノポンがちょっとね、まだわかんない。相手テラス切ってくる。フェアリーテラスムーンホースはちょっと怪しいかも。あ、ゴーストか。まあ微妙ではあるか。いや、いけるかな。たたりめ、それは耐えそうじゃね？ムーンホ耐えるはずだから。え？シーブッパとかなんか。結構火力咲いてるタイプか。なんか HB だからいけるかなと思ったけど。あ、じゃあガチグマから入りましょうかね。さすがにブラッドムーンで飛ばせるはずなんで。いや、いけると思うんだけどな。テラス切らすことできたから。まあ、ここ第一でいいか。ムーンフォース。チーやめて。よし、ナイス。よし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 。ここは第一の力で羽ばたく神突破。いいですね。で、相手が多分草分け打ってくんのかな、ここは。まあ、あとは、ホノポンに対して、でも草分け2体する気がするんだよな、ガチグマ。ブラッドムーンから入ろうかな。剣舞、まあ、剣舞まで打たれたらなんか、まあ、ちょっとさすがに下振れてるから、これはある程度しょうがないと思っていいと思うんだよな。ここはブラッドムーンで。オッケー。麻痺のおかげで上取れている。よしよしよし。次の第一で落とせそうですね。アンコール。塩どうだっけ塩どうだっけ。オッケー、ここ叫ぶ尻尾出しで多分勝った。ここね、むしろオーガポン動いてほしい。むしろね。草分け。あー、ちょ、急所痛いな。ここは全然倒されていいんで、アンコールで。よし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 。これで草分け打ってくれるはずだから、ガチグマね、草分けぐらいならさすがに耐えると思うんで、あ、ちょっと全然倒してくれていいんだけどな。え、ちょ、ここ、動いて、オーガポン。むしろ。むしろ動いてください。お願いします。あ、よかったよかった。危ねえ。危ねえ。で、これで叫ぶ尻尾は突破されますが、まあ、草分けって実質ね、ツタコンボと同じ威力なんで、さすがにね、HB ガチグマが耐えないことは、ないと思うんでね。しっかりここは詰め切れるでしょう。ここはブラッドムーンで。相手は草分け。全部動くな。よし、勝った。いや、いいね。しっかりね、電気テラワ海流が荒らして、ね、HB あくびガチグマが集めてくれましたね。素晴らしい。いや、これはでもね、めちゃくちゃ甘える神に対しての、ね、メタが生きて嬉しかったですね。よーし、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。いや、しっかりこの電気テラス海流の強さを見せることができたんじゃないかなと思います。いや、本当に強かった。まあ、このね、電気テラバ海流なんですけど、強さが2つあると思っていて、1つ目がね、やっぱり電磁波と甘えるが効かない。まあ、現環境ね、かなりね、この電磁波が流行っている。まあ、相手の海流、サーフ号、羽ばたく神あたりがね、電磁波を巻いてくる環境で、その電磁波が効かない。もう1個ね、エナジー神がね、結構切り返し、まあ、裏のね、ラストにつなぐ起点を作る役目として甘える電磁波神、エナジーみたいなのが結構いると思うんですけど、まあ、そこに対してもね、しっかり甘えるもね、クリアチャームで防いでいって、龍舞の起点にむしろね、していけるということで、そこがまず一つ目の優秀なポイント。で、二つ目なんですけど、この電気技と氷技。まあ、もう一個のね、ウェポンをアイススピナー採用してるんですけど、この電気プラス氷のね、技範囲が非常に優秀で、まあね、電気テラスパオジアンとかね、見てもらえれば、そのね、強さわかると思うんですけど、そのね、技範囲が非常に優秀で、やっぱりこの二つで、まあ、どうしてもね、この龍舞と羽休めは外せないので、これね、電気プラスもう一個の、ね、技範囲が完結するっていうところで、このね、アイススピナーも非常に優秀だなと感じました。いや、本当にね、この回で強かったので、ぜひね、使ってみていただけたらなということで、本日のレンタルパーティーがこちらになります。まあ、なんかイメージ的にはね、初手叫ぶ尻尾。で、ステロ巻いて、裏のね、羽ばたく神とかガチグマで起点作っていって、ラスト海流で全抜きしていく。もしくはね、ウーラウスとかオーガポンみたいなね、対面ある程度強いポケモンで一匹持っていって、裏のね、神とかガチグマで起点作って、ラスト海流で締めるっていう動きが基本になるかなと思います。まあ、本当にね、この電気テラバ海流、龍舞ね、積んでいければ非常にね、止まらない強力なエースになるので、ぜひね、チャンネル登録、高評価した上でたくさん使ってみていただけたらなと思います。はい、それでは今回はここまで。もしよかったらチャンネル登録、高評価、コメント、またね、メンバーシップ
プの登録の方をぜひよろしくお願いいたします。ね、連日メンバー限定でランクマッチやっておりますので、ぜひね、メンバー登録して、ね、放送来ていただけたらなと思います。またね、概要欄にツイッターのリンクございますので、ぜひね、そちらの方からフォローもしていただけたらなと思います。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。